アイドルグループ、乃木坂46の井上は、梅沢美、遠藤桜、菅原咲月、田村晋介、与田祐希が18日、うちで行われた、森永聖火、ダース新 CM 発表会に登壇したの日は、CM 内に登場する2つのチームから3人ずつ参加。赤と白の商品をイメージした衣装で花、添えた。 CM では森のクマさんをアレンジした楽を使用していることからメンバーが商品と間を組み合わせた新イメージキャラクターお絵描き対決で考案した梅沢から絵に自信ないメンバーとして振られたヨダだがでも流行る時はやるので自信は割とあります胸を張るも絵が得意だという井上をはじめする力作揃いのクマの中で発表したのなんとも個性的な一枚 梅沢や井上と同様に、ダースの字を意識したと言い,い、目はチョコレートの形、マナノで耳をつけましたと説明するが、梅沢、ラ、無理やり感あるよと突っ込みを入れられ、お名前はダースです。ダース、やや巻き舌でと紹介するよだ。手応えを聞かれ、この中で自信があると思えますかどんどん自信を失っていると処げ、つも、でも、ダースという文字を一番に入れたのは、 私とるすると、見事、森永製菓のスタッフから与え、の作品が選出。他のメンバーも、え、と声を、当の本人も、え、本当ですかなんでとびっくり。ながら、愛が溢れる、想像力、発想力と評さ、ると、ヨダは、選ばれると思ってなかった。ダース大木ですと喜んだ。ご褒美として、 キービジュルがデザインされた巨大ケーキが登場。フラ、シューを浴びながら試食したヨダは、美味しい、恥ずかしい、こんな食べながら取られること、いのでと恐縮。ちなみに実際に、イメージキャ、クターとして起用されることはない、と聞い、ずっこけるを、ぜひご検討のほどよろしくを言い,いたしますと、微笑んでいた。ちなみに、この、のえ心には叶なわないと聞かれたいの上から、与え、 さんと指名されると、本気かと、疑いの眼差し、デンさんの発想力が私にはない。ヨダさんの絵、独特な世界観で、すごく好きなのでと憧れら。ヨダは、絵が上手いなぎちゃん、井上に褒めら、て嬉しい。でも逆に描きたいものがあって、基本的に描き表せないので描いてもらいた、です、とお願い。井上も、今度やりましょうと書い、していた。 18日から放送される新テレビ CM、ミルク。仕業では、チームミルクとして、井上、一ノ瀬、空、遠藤、筒屋屋梅沢、山下水木、チーム白い、すとして、川崎桜、先イコール立つ先、菅原、柿春香、村、久保しおり、四段が出演する。